皆さんこんにちは。今日は千葉県の房総半島、その中でも山あいの方ですね来ております。房総半島は内房線外房線といって、JR でね、外が一筆書きするようにねぐるっと回ってるんですが、中の方ですね、横断するように通っている路線もあるんですね。それが小湊鉄道、いすみ鉄道、こちらの2つの、鉄道会社が合わさって形成されている路線になります。東は大原駅、西は五井駅というところにつながっています。ここでね、JR と乗り継ぎすることもできます。今回はいすみ鉄道に乗って、東大原駅から内陸の方に向かってきました。勝田中野駅というところで小湊鉄道に変わります。今回はその境目の駅、勝田中野駅でバスに乗ってみました。小湊鉄道バスに乗っています。降りたのは粟俣の滝というところになります。こちらの滝、結構、有名な滝ということで、バス停は、目の前にあるんですよね。養老渓谷とかね、駅はあるんですけれども、ちょっと距離があります。なので、こうしたバスとの合わせ技でこの観光地に来ることをお勧めします。粟俣の滝、結構人がいらっしゃいましたね。バス停の前には美味しそうなスイーツ売ってるお店もあったりしました。そこからこう階段になってるので、どんどん降りていきたいと思います。ちょっとアドベンチャーチックなんですけれども、この道を下っていくと滝がよく見える近くまで行くことができます。こう下にもたくさん人がいらっしゃいますね。結構険しいんですけれども、この道を降りて結構お水澄んでいるなというのがここからよくわかりますよね。もっと近くへ行ってみましょう。かなり滑りやすいんじゃないかなと思います。天気良かったんですけれども、こんな感じになってますので、歩く際は気をつけていただきたいなと思います。うわー、綺麗ですね。お水かなり澄んでいます。こちら歩いて向岸まで行けそうなので歩いてみましょう。こちらの滝、どうして有名なのかなっていうふうに想像する、険しい滝っていうのを想像してたんですけれども、そうではなくてかなり幅の広い、そして緩やかな滝なんですよね。なので自然の営みを、険しいうわーというのを見るというよりは、穏やかながら規模の大きさに驚く、そんな滝でしたね。こちらが遠くから見た形になります。結構この辺でずっと眺めている方多くいらっしゃいました。水質がとにかくいいですね。目で見ただけなんで実際どうなのか分かりませんけれども、非常に澄んでいるように私の目には映りました。マイナスイオンという感じのところですね。千葉の中でも房総半島の山あいですから、これだけ綺麗な場所なのかなという感じがいたしました。さて、もう少し滝の近くまで行ってみましょう。もうすぐ横というところまで行けるようです。こちら遊歩道になっていますが、遊歩道から飛び出して滝の方へと進むこともできるようですね。奥の方が流れが多いみたいですね。皆さん滝の方まで行って歩かれているようです。滑ったら危険ですから、気をつけなければいけませんが、せっかくなので私も歩いてみることにしました。すごいですね、こんなに近くまで行っていいんだなという感じがします。この音いいですよね。しばらく黙って聞いていきたくなります。非常に幅の広い滝だということがわかると思います。こちらの滝は中でも見頃というのは秋みたいですね。
紅葉の名所としても有名になりました。こちらね、房総一を誇るという、ね、名場というふうに書かれていますが、なんといってもこの近さがね魅力だと思います。すごいですよね、滝ですからね、滝にここまで近づけるというのはすごいなと思います。耳を澄ますととっても癒される、そんな光景でしたね。私が行った時も11月少し早いようでしたが、紅葉がね少しずつ始まっていました。これがねもうシーズンになると全てがね紅葉するということですから、非常にね見どころなのかなと思います。さて、粟又の滝の1個先のバス停には御利益の湯というのが、ね、あります。粟又御利益の湯、バスは、まあ、ここを、ね、終点としているようですね。御利益の湯ということで温泉でございます。この環境の中温泉も入れるというのはすごいですよね。この辺りは、まあ、列車もそうですがかなり本数少ないです、バスもね。なので、まあ、一つのバス停でしたから、まあ、歩いていくことにしました。御利益の湯のバス停はね、この御利益の湯の建物よりもだいぶ手前にあります。乗ったとしてもねちょっとあるという感じですかね。さて、やってきました、こちらが御利益の湯でございます。営業中よかった。こちらの温泉はお湯もねさることながら、サウナとかもね完備されているんですよね。お食事処などもありますが、1100円でねまずは入浴ができますので、こちら入っていくことにしました。中に入ると券売機がありますので、こちらで大人1100円頼んでいきたいと思います。こちらでタオルとかはついてないので、まあ、持っていくことをお勧めします。ない場合はねレンタルができると思います。大人入浴ということで温泉棟へと入っていきましょう。いいですね、この温泉と続く道がねしっかりと長いのもちょっと魅力ですよね。ロッカーがありますので、ここにね荷物を入れてさらに中へと入っていきます。実際温泉入ってみての感想なんですけれども、もうすごいね露天風呂が魅力的です。開放感ありますよね。この中で温泉に入るというのはとっても気持ちがいいですね。いやー、滝を見た後に温泉入れて本当に良かったなと思います。非常にね癒しの場所でしたね。お蕎麦とかねうどんが食べれるみたいで、御利益うどん美味しそうですね。さて、ここからはバスで帰っていきましょう。この辺りは本数が少ないですからね、しっかりとバスの時間も調べていくことをお勧めします。ああ、また御利益の湯、大滝方面もあるんですね。で、養老渓谷駅の方へと向かっていくバスがね出ていますよ。ここがねバス停、まあ、終点ですからちょっとねバスプールといいますか、車両がね止まれる空間が広く取ってありました。こちらのバスでしょうか、乗っていきたいと思います。今回私はサンキュー千葉フリーパスというねお得な切符を買っていきました。こちらで千葉県内の、まあ、JR であったりいつみ鉄道、小湊鉄道というのね乗り放題になります。さらには今回乗った小湊鉄道バスも一部区間無料で乗ることができるんですね。これはありがたいですよね。本当に観光に特化したチケットだなという感じがいたします。今回はねこのバスも乗れるということで、まあ、御利益の湯もね行ってみたんですけれども、よかったですね。御利益の湯までは、まあ、上総中野の方から行くバスと養老渓谷駅から行くバスがあって、最初はね上総中野の方から行ってしまったので、ちょっとねフリーパスのエリア外だったんですけれども、途中で合流するんですよ、同じ道を行くので、その分だけ払えばいいということなんですよね。これも良心的だなと思います。養老渓谷駅にやってきました。もう小湊鉄道の駅ですね。ちょっとね湿ってますね、天気が少しだけ雨模様でございますが、
装飾がねいっぱいされていましたよ。よく見るとね缶チューハイなんですよね。缶チューハイの缶で、まあ、装飾されていました。で売店なんかもあって私は焼き芋をね買いました。もう夕方だったということもあって安くね売られていました。2本で100円ですって言われたんで、それは買いますということでね買ったんですけれども、ねっとりとしていて美味しかったですね。さあここからは小湊鉄道に乗って西の方へとどんどん向かっていきたいと思います。西、まあ北の方ですね。そして五井という駅まで行きたいと思います。 JR 内房線になりますね。まずはそこまでと思ったんですが、この空模様のおかげかちょっと電車が遅れているようです。この辺は山あいということでアップダウンも、ね、厳しいんですよね。鉄道の大敵でございます。勾配というのもね、もしかしてね、これ鉄道はどうやって乗り越えるかということでしたが、いろいろね工夫されていきました。こちらねちょっとくねくねとね上から地図で見るとなっているんですが、それもねできるだけ勾配がないようにという、ね、工夫で、まあ、このルートになったのかなと思います。この時は、まあ、天気がね悪かったということで、まあ、雨に濡れてますから車輪がねよく動いてくれないというか空回りしてしまう、そんなねことがあって、まあ、どんどん遅れてしまったということみたいなんですよね。まあ、安全運行が第一なので、まあ、遅れてもね、まあ、それもまた旅の楽しみなのかなと思います。さあ今回は千葉県房総半島の小湊鉄道、そしてねバスも利用して観光していきました。今回この動画はここまで、いかがでしたでしょうか。他にもおすすめがあったらぜひコメントなどで教えてください。最後まで動画を見ていただきありがとうございました。